こんにちは、まさ46494です。今回はパワプロアプリの春の熱血甲子園大会、目指せ甲子園地区大会のパート2ですね、やっていきたいと思います。あと、ちなみに12時間ぐらいなんですね。で、なんと、6位になってしまいました。今日、寝る前では4位だったんですけど、まあ、なかなかやってくれるなと。で、今のところ自分の枠の中では、こんな感じですね。トップはま、1000万、1億ポイントか。1億ポイント。なので、ここは、おそらく追いつけない。2位が5739万ポイント。で、ここ結構接戦してて、3位から5位までか。あ、ここか。なので、とりあえず、まあ、右上に見える通りに、ファースト72個あるので、ちょっとここで、大人げないことをサクサクとやりたいと思います。まあ、基本的にパワーストーン使ったことそんなないんですけど、ちょっとここは大人げないことをしようと思います。で、とりあえず、なんだろうな。あれ。とりあえず、どれぐらい行こうか。2位ギリギリだと、ちょっと違うんで。大体1試合で200万ポイントぐらいは入ると思ってるんで。まあ、とりあえず、次の上の大会にはでかいので、でも4100万ポイントはちょっと目安としてて SR もらえるので。まあ、そこぐらい、ちょっと目安ですね。で、あとは、周りの出方次第で。まず今回は打順よく1番からの攻撃。左バッターボックスはトップバッターの川崎。70個だから、最高どれぐらいにできるんだろう。70だから。第3球を投げた。1億4000万ポイントいくのか。今計算してる。第4球は。第5球。投げました。しかし、球がないと右へ。ヒットを放ちました。まず追加点のピッチです。ワンアウトランナー二塁という場面で、本当に6位とかがさ、6位はダメでしょ。さすがに全然点数取れてないよ。7回の裏、まず攻撃に入ります。この回の先頭バッターはカズ。打ったこれは強烈、いったー、場外ホームラン。あと2点以上なんもいねえし、もうちょっと待ったな。2点を追いかけます。まず攻撃に入ります。トップバッターは松井。まずここは何が何でも打ちました。痛烈、障害へのトップ。来た。あ、なんで絶不調なんだよ。まず何としても得点を上げない9回です。ズルアウトランナー1塁という場面で、いいんじゃない。第2球投げました。おお、これは外します。おい、投げました。敬遠じゃないんかい。敬遠じゃないんかい。勝手にし。少な。いいや。はい、大人げないこといきまーす。どんどん行きましょう。大人げないことをしてさ、全然追いつかなかったら、それもそれで面白い。なんでやねん。とりあえず、3位は超えないと。まず追加点のピッチを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で相馬見送りでストライク。200万ポイント第2球投げました。見送りでストライク。今夜は3球目投げました。108キロ直球、空振り三振。ダルビッシュ3球で仕留めてみせました。10個使えば全然余裕だと思うんだけどな。さすがに。5回の裏、まず攻撃に入ります。先頭バッターは古田。第1打席はショートフライに倒れています。爆風ストレート待ちのちって。第2球投げた。甘い球投げた。完全に今シュワーってなるって爆風ストレートっていう合図だよ。
ました。ワンアウトランナー二塁という場面、川崎掴みました。これでツーアウト。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で一塁。最近なんか今のとかって前の場合ホームランになってるんだけど、最近あれなんかライナーとかになる。ちょっとあれ変わったのかな、仕様が。まずいな、確か200万ポイントだと思ってんの。みたいな感じでやっていきたいかなと思います。なんか今ここでさやるとちょっと長時間になってしまうので、まあ1時間に2個とかそういうイメージでやっていきたいかなと思ってます。1000万ポイント違う、100万ポイントか。100万ポイント差、100万、300万、400万ポイント差みたいな感じなので、まあ、まあ追いつくかな。ちょ、めっちゃ怖いので、多分2位に近いポイントぐらいはつけようかなとちょっと思ってます。でもまだレッドガンが、まあいいや。はい、ということで、まあ次パート3で直前ぐらいの時に上げたいと思います。はい、ということで、パープルアプリの春の熱血甲子園大会目指せ甲子園地区大会のパート2でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。